平日ランチはパスタを注文すると、ピザ食べ放題のお店が近所にある。食べ放題というものに行ったことのない娘、小6が、前から一度行ってみたい。と言っていたので、運動会の振替休日に同級生友達親子と行ってみた。注文を取りに来た店員さん、パートっぽい40歳代に、私が A スパと B スパお願いします。ピザ食べ放題は自動的についてくる。と言ってメニューを閉じた途端、なぜか店員さんがプゲラしながら、女性店員、あのお客様、お子様とのピザの取り分けはできませんけど。私、A と B ってお願いしましたよね。女性店員、で、すっか、らお子様のピザはご用意できませんので。と、ものすごく小馬鹿にした、上から目線。私、そこで友人が、あの、私たち親子の分の注文いいですか？店員が慌てて、ああ、それならいいです。要するに、私が注文した2人分で、親子2組が食べると思い込んでの店員の態度だったらしい。何にしろ、あの態度にムカついて。やだ、店員さん。これくらいの子供、小6連れてて、普通そんな勘違いしないでしょ？せめて、ご注文以上でよろしいですか？って確認してからにしてくれない？失礼ね。とプゲラ返ししといた。でも、そういう人多いのかな？店員さんも大変だろうな、と同情もした。で、ここからが本題。昨日レストランに行ったら、あの見覚えのある女性店員が、旦那と子2名、中学生と、高校生の男の子。で来ていて、4人で一皿のサラダバー食い漁ってる。ここのサラダバーは、おかわり自由。内容も、我が家では、ハンバーグセットが、副菜扱いなくらいの充実度。私が目撃しただけでも、4回は山盛りでおかわりしてる。言いつける気はさらさらないけど、嫌なもの見ちゃった感が拭えない。自分もやっているから、他人もそうだと思ったの？にしたって、あの時の客に恥をかかせてやろう的なニラニラした嫌な態度は忘れない。本当に、せこけちって、自分以外の誰かがとは思えない、むしろ恥ずかしいけど、するのは全力で阻止しようとするんだな、と思った体験でした。